どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレッドです。今回はパワーを安定させるにはゲームスピードに慣れることが大事となります。プラにおいてゲームの難易度に関わってくるのはゲームスピードですよね。他のジャンルであればゲームスピードというのはコマンドの入力の速さの違いなどになります。ですがスプラにおいては試合展開の速さのことを指します。そのため各パワー帯においてそのスピードに慣れることがまず安定するまたは力を出し切るために重要な要素となります。そこで今回はゲームスピードに慣れるまたは上げるためにすることを次の順で話していきたいと思います。ゲームスピードに関しては経験値というところももちろんありますが、それだけでもカバーできない部分というのがあります。今からでもできる具体的な話を今回は紹介できればと思います。今後更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずゲームスピードの重要性について話していきたいと思います。プラのゲームスピードは5分の中でいくつもの攻防戦が行われるので、かなり展開が早い種類のゲームだと思います。勝ちほこで考えると分かりやすいですが、有利な展開だったとしても逸脱した相手に不利な状況になるってことはありますよね。状況によっては逆転もされることがあります。しかも上位に行けば行くほどこの行動は最適化されるので、さらに速くなります。1回ミスをすると取り返しがつかなくなるのはこのためですね。ですがこの中で1人だけゲームスピードが遅い場合どうなるでしょうか。勝ち箱を運ぶタイミングや前に出るタイミングが味方と合わなくなると思います。こうなってくると連携が取れなくなってしまいますので、徐々に不利になっていきます。いわばチームの穴になるわけですね。でも面白いのはこれは早すぎても実は問題になるという点です。よくあるのが味方を置き去りにしていく時ですね。こうなった時、攻めた本人は最前線で一人で戦うわけですが、味方との距離感が遠いためカバーはありません。そのため上手い人でも複数人に囲まれてやられる原因となるわけです。もちろんそれを打開できる人はすごいっていうのはありますね。ですがよっぽどのプレイヤーでない限りそれは難しいことだと思います。このようにゲームスピードは速すぎても遅すぎても味方への影響が出てきます。そのためゲームスピードを合わせれるっていうのはスプラにおいて重要になってきます。それではまずゲームスピードを上げるまたは慣れるために必要なことから話していきたいと思います。まずゲームスピードに慣れない上がらない要因というのは迷いの部分が大きくあります。今前に出るべきだったのか、ここでキルを狙うべきか、ルール関与を優先するべきか、キルを取るかみたいなものです。このようにプレイ中には一瞬の思考というのが必ず発生します。ですがこの思考をした時に結論を考えると手が止まります。この手が止まっている時間または思考の時間がゲームスピードに影響するようになっているわけです。この一瞬の出来事なんですが、フレーム単位のキルが起きるスプラにおいては命取りとなります。後衛でも迷っている間に足元に近づかれたりすることも多々ありますので、かなりネックな部分となるんですよね。また迷いには経験というのも含まれます。一つの立ち回りについて成功体験が多ければ自然と動けると思いますが、あまり経験したことない展開になった場合、それの対処を考えるということが起きてしまいます。迷いといっても経験でカバーできる部分があるんですよね。そのためプレイ時間が長い方が脳内処理が早くなるということもあります。このようにプレイ中の迷いという点で考えてみると、いろんなことが起因となって起きるんですよね。それではこの迷いを減らすにはどうしたらいいのか、その解決法について紹介したいと思います。迷いを消す方法についてですが、実は簡単です。その方法はパターン化するということです。ゲームスピードを上げるには単純に脳内処理の時間を減らして体が勝手に反応している状態が一番です。ですがこの体が勝手に動くというのは経験と事前に動きを落とし込んでいる必要があります。一番わかりやすいのはガチホコでホコを持つタイミングですね。
2落ちしたら矛を持つという単純なパターン化をします。これを徹底するだけで敵の2落ちを意識しますし、何よりキルログに対して敏感になってきます。要はゲームスピードといっても最適種をあらかじめ決めておいて、それに体を慣れさせる必要があるというわけです。すごい難しいことを言うのかなと思われるかもですが、実はシンプルなんですよね。ただここから問題になるのが、パターン化したものの経験値を貯めるという点です。上手いプレイヤーについてはこの仮説と検証の数がとても多いんですよね。そのためパターン化が洗練されているのですが、二落ちで矛を持つという言葉の裏にも隠されている部分が多くあります。例としてですが、二落ちっていう部分に対して誰が落ちたかっていうのが無意識で設定されています。後衛なのか前衛なのか、その人の経験次第なんですよね。このようにパターン化をして経験値を貯めていくと、同じ言葉でも精度が上がってきます。さらに誰を処理すべきかも判断できるわけですからね。これがパターン化の強い部分です。パターン化の重要性について理解してもらえたかなと思いますが、さらに大事なのは反復をするということです。パターン化したらすぐできそうなイメージはありますが、瞬間的にできるようになるまではかなり苦労します。そのため徹底的に体に覚えさせるには、とにかく繰り返し反復することが大事になってきます。最初は意識しながら行うことが多いかなと思いますが、慣れてくれば自然と動けるようになってきます。それくらい練習をした上で体に刷り込ませるのが一番いい方法となります。これに関してはなるべく余裕がない試合ですると経験値の質として上がってきますので、ガチマをするのをおすすめします。最後にですが、パターン化において注意したいことがあります。それはパターン化に正解はないということです。先ほど話した二落ちで矛を持つというのがありますが、これにおいては必ずしも正解とは言えない方法です。状況によって左右されるからですね。パターン化というのはあくまで仮説になります。仮説になるということは数を多くこなして本当に有効なのか検証する必要があるためです。トライアンドエラーという言い方もしますが、パターン化してうまくいかないなというときは積極的に書いていきましょう。ただダメという判断するにも数が必要になります。最低限10試合程度は試すなどしてみましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。パワーを安定させるにはゲームスピードに慣れることが大事はいかがでしたでしょうか。ゲームスピードといってもスプラはフレーム単位のキルがあるので展開がとても早いですよね。特に腕前によってはこの差は開きやすい部分かなと思います。慣れることと上げるためにも今回話したパターン化はとても大事なことですので、よかったら試してみてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。